フォアモスト類層、フォーモストフォーメーションは、カナダアルバータ州南部にある白秋高期カンパニアンの地層。その路頭がフォアモストの町の近くのチンクーリーにあることから命名された。恐竜やその他の化石を保存していることで知られている。ゼノケラトプス、ステゴケラス、ドロマイオサウルス、アウブリソドン、ヘスペロルニス、パロニコドン、リカルドエステシア、コレピオケファレ、 タナトテリステストが報告されている。ライティングオンストーン州立公園のミルクガー園岸のフォアモスト類層のサガンフォアモスト類層はベリーリバー層群の基底部に分布する。上にはパコーキ類層の海清欠岩が覆いかぶさるようにして堆積数。堆積物は徐々に西部内陸回路に流入する河川系によって山から西や北へ流送されて堆積したものと思われる。 地層の底部は、主に、マッキー石炭体の石炭層、炭素質結岩及びデーガ岩によって覆われた、砂岩ユニットからなる。中央の部分は、炭素質の小さな結岩、砂岩、デーガ岩からなる。最上層には、低バー石炭体の埋設炭層、炭素質結岩及びデーガ岩がある。一般的に、基礎化センサは、アルバータ州のいくつかの地域では重要な炭化水素、 貯流層として知られる。フォアモスト類層の路頭は、ミルク川、オールドマン、そして、カ川に渡って伸びる。デスブリッジの近くでは168メートルの厚みがあり、メディシンハットの近くでは107メートル、そして州立恐竜公園では107メートルの厚みである。ありがとうございます。